いつも YouTube をご覧いただき誠にありがとうございます。塩尻東公民館主事の林です。それではふるさと歴史講座を始めます。今回のお話は木曽義仲シリーズ、アフタの清水、太田の清水です。講師は平林家佐夫塩尻東公民館長です。それでは始めます。どうぞよろしくお願いいたします。ここの清水が出てますよね。ここのところが木曽義仲と今井四郎兼平、今井兼平、義仲がその旗揚げ挙兵して平家打倒に向かう、そのことを聞きつけてこうやってくるわけですね。それでここで出会って、それでその義仲の馬を兼平がこうお世話をして水を飲ましたりしていろいろさせて、その元気にした。それでまたあの義仲と兼平も一緒になったっていう、そういう場所ですね。で、アフタ、開港の清水、太田の清水と言われている場所です。で、今までのシリーズの中でお話ししてきたんですが、今井兼平はお父さん兼遠によって、その義仲は引き取られてきた子供なんですが、兄弟同様に育てられてるんですね。ですので、その後兼平は今井の地にいたわけですけれども、義仲がそういう行動を起こしたということでここへやってきて、その義仲を出迎えて、そういう言い伝えが残っている場所ですね。こう周りを見るとやっぱりこういう欅の木の樹木の太さ等々から見て、ここにもあの地元の人たちがここの清水をこう大事に管理している様子がわかるわけですが、そんな風にしてあの守ってきてるわけです。ですので、あの本当に義仲っていう人はこういろんな人から大事にされてきた、で現在に及んでるってことがわかると思いますね。やはりその信州人のこう人を大事にするとか人情の厚さとか、そういうのを感じますね。あの義仲は最後いろんなことがあって、その征夷大将軍にまでなったんですが、その京都を追われる時に、当時人々は義仲は京都中その火をつけて燃やしてしまうではないかなんて言われたんですね。ですが一件もそういうことをしなかった、燃やすことはしなかった、そういう人ですね。はい、ここが太田の清水ですね。あの瀬場宿のあの宿場のあったところ、ここがアフタの清水、太田の清水で、こちらがこのちょうど太田地区太田の清水と言われているところですね。ここに碑がありますが、木曽殿の馬洗う里よ水清、その碑が刻まれてますが、木曽義仲とそれから今井地区を治めていた今井兼平がここで出会って、そうしてあの疲れていた木曽義仲の馬をこう清水できれいに洗ってやって、ほいで馬も元気になった、そういう場所ですね。義仲が挙兵して小さい頃お父さん兼遠によって育てられた兼平は、その時義仲も一緒に、お父さんは兄弟のように育っていたんですね。ですので兄弟として育った、その二人がここで出会って、そのちょうど挙兵する時に出会って、そうして
それからあともう金平はずっと義仲の元で、もう義仲をこうずっと陰ながら守って最後まで義仲の近くにいた人ですね。中原兼遠が出会った場所で、中原兼遠がお父さんに今井兼平、子供の今井兼平がずっと義仲と一緒に義仲を支えた、そういう人ですね。それが出会った場所ですね。大田の清水、向こうの瀬場宿の方は芥の清水、開港の清水、両方こんな近くに残ってますね。